ピート・ヒルは1900から1920年代にアメリカ合衆国のニグロリーグで活躍していた野球選手。主なポジションは中堅種、ペンシルベニア州ピッツバーグ生まれ。右投げ左打ち。ヒルの野球選手の経歴は1899年のピッツバーグキーストーンズから始まり、1926年まで現役を続けた。 ニグロリーグではコンスタントに打率を残せる打者だったようで通算で打率3割を8度、打率4割を2度記録している。1904年から1907年の間はソルホワイトが率いるフィラデルフィアジャイアンツで左翼手を務めていたが、その頃は強打だけでなく守備においても外野手をうまく統率する能力を持っていたようである。 リーランドジャイアンツに所属していた頃、ルーブ・フォスターは、ヒルのことを、フィールド上のもう一人の監督と評していた。フォスターは、シカゴ・アメリカン・ジャイアンツを創設する際、ヒルを、チームのキャプテンに指名するほど、その信頼は厚かった。ヒルは、アメリカン・ジャイアンツの最初の年に、116試合中115試合で、アンダを放ったという。ヒルはまた、 ニグロリーグが試合をしない冬場に、キューバ国内リーグリーガクバーナでベースボールに参加していた。キューバリーグでは1910の11年シーズンに打率。365で首位打者になったことがあり、他にもリーグ最多三塁打を3回、最多安打を1回記録している。また1910から11年のメジャーリーグとの交流戦では11試合で打率。 300を打っている。ルーブ・フォスターは1919 19年に新たにデトロイト・スターズを創設する際に39歳になっていたヒルを選手兼任監督に招く。ヒルは監督就任から3年目の1921年に打率388の成績を残しチームを牽引する活躍を見せている。その後1924年から2年間、 ボルチモアブラックソックスの監督を務めた後、野球から身を引いた。1951年にバッファローにて死去。2006年にニグロリーグ特別委員会により、アメリカ野球伝道入りした。ありがとうございます。